ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。マシナリウム、さあ続きをやっていこうと思います。さあ前回ですね、この、上下する上下というか、まあ、あの上からね降りてきただけなんですけれども、このエレベーターにね取り残されて動けなくなってしまったのび太でございます。そして心の友ね、僕の子供の頃の友人だったなんとラグビーボールとですね再会することができたんですよ。ほらラグビーボール、お前今日もよろしくねお前ポンコツコックということでね、どうやらこいつもあのジャイアントチャカオにこう監禁されているという形なので、最終的にねお前も助けてあげようと思うのでね、ちょっと待ってね。とにかくのび太はですねこの、今の状況を脱しないといけないね。エンジンまでかけることができたんですよね、前回の謎解きで。でポイントなのがこれなんだよね。これが間違いなくこのエレベーターの操作パネルになってくると思うので、これのね謎を解かないといけない。うん、でちなみにヒントがもう見れないんだよね、これ。ほら見れないの、ヒントが見れないから、もうあの台本見るぐらいしかないんだよね。でもねのっけから台本見ちゃうのはちょっとね、僕のプライドがね許さないんで、なんとかしてねこの謎を自力で解いてやろうかなってね思ってるんですよ。なになに、なんか出た、ここにレバーみたいなものが、なにこれ、なになに、レバーみたいなのが出たんだが、あ、分かった、上へ参りますだ。いや思ったより上に上がる、思ったより上に上がる。わー高いところまで来たね。ここマックス上なんでしょうね。僕は何がしたいんだろう。ブーンってほらあのそこのプロペラ回ってるよね、換気扇かな。なにこれで、何、雲を吹き飛ばしたいの室外機で雲を吹き飛ばしたい。何が目的でよ、何が目的なんだよ。これどうしたのお前、これ危ないぞ危ないぞお前。あ、何、なに、白いプロペラ足す青いプロペラは何でしょうか。ちなみにプロペラは3種類あるよ。 A がしましま、 B が3本ついたやつ、C が、4つね、ついたプロペラ。さあ、どれって言ってるね。まあ、間違いなく C なんだけどね、これ。間違いなく C だ。お前 C しかないじゃん、これもう。どう見ても、お前これ C だろ、これ。C だよ。え、第2問なんでお前のクイズに付き合わされてるの。うん。この4つのプロペラのやつは一体なんだ、ね。A、これ。B、これ。C、これ。さあ、どれうーん、難しいな。難しいけど、これ、どれも一緒なんじゃないのかい。どれも一緒に見えるんだけど、一体何がどう違うんだい、これ。何がどう違うか分かんねえな。真ん中のやつする、これ。これ、B。じゃあ、第3問ね。第3問、これ。第3問、このプロペラはなんだ ?A、B、C。さあ、選んでごらん。いや、どれも一緒に見えるんだよな。何をさせられてるんだろう、僕は。そうだな。ちょっとあれだね。模様が若干違うのか。模様が若干違うね。これ、中心ちょっとズームして、ズーム。ちょっとなんていうの、これ中心部分のなんかちょっと絵が違うというか、微妙に。なんかちょっと、ね。これなんじゃね、これなんじゃね、これなんじゃね。なんやねん、お前。なんとか言えよ、お前。なんなんだよ。何をさせられたんだ、俺は。お？今度はなんか違うクイズが出てきたぞ。くる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 、反時計回り。こいつが反時計回りに回ると、どんな絵ができるでしょうか、だって。ほら。このね、プロペラに黒いラインが入ってるんだけど、ラインの場所が微妙に違うよね。だから3本は、あの黒い丸、違う、外側にもか。だから4本黒い丸が出るはずだから、1、2、3、これや、これ。ちゃうの。5本のプロペラがくるくる回ります。さあ、どんな絵になる？ちょっと待ってよ。一番外は赤だね。赤、黄色、青や。赤、黄色、青、これ。あ、合ってる。あれ？このプロペラになるんだ。じゃあ、このプロペラの次は一体何になるみたいな。この点の数かな。これ多分ね、こう、時計回りに回ってるんじゃないか。時計回りに。一つ、よいしょって回すと、このね、星一つが左に来てるから。星一つが上に行くんだよ。これ。ほら。何？これ、正解すると、曇りからなんか晴れ、曇り、今日は曇り時々晴れだなみたいなこと言ってるね。このプロペラとこのプロペラは一緒。あ、何を足すと一緒になるかってこと。
これこれ、あ、今お天気になった、お天気になった、お天気になった。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってくれ。このこれをヒント見て、ほらなんか雷ブワーってしてほしいんだ。っていうことは間違いまくらなきゃいけないってこと。正解すれば正解するほどいいお天気になっちゃうんだよ。だからあえて間違えるんだよ、あえて間違えろでしょ。ほら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 、パリンってなったね。これ足す、これはなんだ、これとこれを足すとほぼほぼ真っ黒になっちゃうから、間違ったやつ選ぶ。ほらほらこれほらほら、あーって怒ってる、ほらわーって怒ってる。次間違ったらもう大成功やった。このプロペラをくるくるくるって時計回りに回すと一体どうなる一体どうなる、多分ね、青色と水色が合わさった色になるから、多分答えは C なんだよね。答えは C だから、まあ間違っても赤にはならんから A。 ほらグワー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 怒ってる、グワー怒ってるわ。よし、もう次間違ったら多分大正解だ。ほんならこのプロペラとこのプロペラを足すとどうなる、うん、足すと、赤2本、青2本、白2本になったね。形的に、あ、じゃあ C は絶対違う、 C は絶対違う、これ。大丈夫、中身飛んでいったよ。あ、これで中入れるのか。失礼していいかな、ちょっと失礼しますよ。あれ、おい、大丈夫か。うわー、思ったより深かったね。うわ、なんの、何ここ、植物園、これ食虫植物じゃない、ほら虫飛んでるよ。わ、気になるもんいっぱいあるわ。これ何、すごく気になるわ、これ。プロジェクターかな、よいしょ。あ、なんもなんねえ。あ、何もなんねえ。なんだろう、僕、一体 何をしたいんだろうね、ここで。あ、また見れないぞ、これが。あ、見えたわ。あ、ついにこのひまわりの苗を植えるのか。来たな、これ。うん。ひまわりの苗を植えて、プロジェクターで、あ、何かをこう、吊るさないといけないんだ。まず、この鉢植え使わせてもらおう、ここの鉢植え。空いてるからさ、これ苗ちょっとお前植えろ、これ、ここに。植えてごらん。あ、植えた植えた、やったで、プロジェクターをこう起動させないといけないんだけど、これ何か吊るしてるよな。ピカーっていう、なんか虫眼鏡みたいなやつ。虫、なんか入ってへんか、ここの中入ってへんか、お前。虫眼鏡みたいなやつ、これ、入ってへん。おいおいおい、お引き出し丸々パクんなって、お前。まさかの。いや、パクんなって、引き出しを。これは何これ。うわ、何これ。何これ。うわ、全然わからん。何をどうしたらいいかもわからん。何が目的でやってんの？あ、これあれかな？全部のパネルつけたいんかな？ほんならここだぞ。全部のパネルを点灯させたいのであれば、こうしてたら全部いけるやろ。いずれはいけるぞ。で？で？あ、で？あ？こことここが気になるね。あー、わかった、こことここだけ赤いランプついてるところだけランプがつかないから、わかった、ちょっとやり直し、こっちだ、こっちかよ、こう、あー、ちゃうわ、もう失敗したわ、難しい、これ何のためにこれしてんのかもようわからん、何のためにしてんのかもようわからんけど、こうだ、やったぜ、ほら正解、ほら正解、これ、次これ、これ見てる人は伝わってんのかな、これ見てる人には伝わってんのかな、これ心配になってくるぜ。僕一人で楽しんじゃってるね、この謎解きを。でも難しいでしょこれ、皆さん見ながらね、ヨットさんこうやって一発でね、一発でこれはほらクリアしてるの、すごくない、ほらすごくない、ちょっと自画自賛だわ、ほらできた。あ、ここに太陽光エネルギーが、うわ、やったやん、ひまわりできた、早っ、こんな早くひまわりで咲くんだっけ。ちょっとひまわりのさ、ちょっと待って、ひまわりの抽出液をおじいちゃんが欲しいって言ってたんだよ、これひまわりの抽出液取って、あ、もしかして届かないって言ってる、これを足場にすんのかい、これをなんか足場にするとかじゃない、あ、じゃなくて、あ、これなんとなくわかった、まだやん、もう一歩こっちの方も完成させて、もっと太陽光を出すと、するともっとひまわりが成長してこの辺ぐらいまで行くんじゃないかな、そうするとこのはしごを登って上からひまわりの抽出液を取るんじゃない、やってみよう。
ほら、ほら、ほら。いやー、ヨットさん得意かも、これ。来た、これ。さあ、全部のランプがね、つきましたんで、これもスイッチオン。すると、あ、プロジェクターがピッカーしたね、ピッカー。で、ここに、何かを持ってこなきゃいけないんだよな。ほら。虫眼鏡か。ちょっと待って、お前、これちょっと上、上登ってみ、あれ、これなんか棒があるぞ。おい、これ見てみろ、ほら、つっかい棒みたいになるぞ。いいの、それ取っちゃって。つっかい棒取っちゃっていいの。で、お前、これ上登ってみな。登ってみな、これ、上。え、登れないよ、これ。まあ、これの、え、登ってごらん。食虫植物気をつけて。で、この子、この子の抽出油取れねえか。これ。無理？この棒何に使うん、これ。これ何に使うん。あ、これなんか触れるぞ、これ。これこれこれ。これなんかできねえ。違う。これなんかマキマキする感じだな。おい、ここにもなんかスイッチあるわ。おい、今日はもうひたすら謎解きだな、おい。ちなみにここの扉は開かないのね。あ、開かないのね。じゃあ、これや、これや。お前、これや、これ。伸びた、これ。謎解きや、ほら。え、何これ。お。え、なに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 。全部のボタン赤くしてみる？蝶々。蝶々かなんかの模様にしろ、みたいなこと言ってるんじゃない、これ。絵柄的にはなんていうの、蝶々っぽい。で、こうカーソルがさ、もうカーソルを速くしてるから、ちょっと、微調整が効かないんだ。微調整が。カーソルスピードをちょっと下げてもらわないと、微調整が効かないんだ。あ、これ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 。これ。あ、あかんのかい。動かせるやん、これ。それちょっとあれしてみな。育つかやってごらん。それ、育つかやってごらんなさい、それ。お、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 食虫植物の成長が著しく。大丈夫これ、あ、このさ、蝶々の模様やん、多分。捕まるんちゃう、これで。食べられちゃうぞ、多分。食べられちゃうぞ。ちょっと食べられちゃうんじゃね。ちょ、上がってみるか、お前も。あ、ほら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 。捕まえてごらんなさい、それ。確かにこいつ模様あるな。確かに模様があるぞ。あ、危ない危ない、噛まれる噛まれる。噛まれる噛まれる。ほら。5つのこの模様がついてるぞ。え、まさにさっきのこれじゃん。5つだったよな。5つ星。こうか。こうか。え、嘘だ。え、こんな模様だったよ。こんな模様だったよ。嘘やん。持てるって。じゃあこれな、何？あ、ちょっと待てよ。こいつも成長できるかもしれん。ちょ、降りろ一回。で、お前、これ、ちょっとこれ運べ。あ、この木も気になるな。ちょ、一回、お前、こっち行って。こう、右から2番目の木をまず成長させた。全部の植物をお前、光合成させろ。全部の木を光合成させてみろ。お、おおおわあ、観葉植物が育ちました。ほんなら、もうちょい。一番左もちょっと上げて。光合成させてあげて。よしよし、これで。一番左なんて一番枯れてるからさ、かわいそうに。元気になるんちゃう？ほら、元気になった。全部の植物元気になりました。ハッピーエンドっていうわけじゃなさそうだから、ちょっと一回登って。植物とこれと何か関係あんのかな。いや、どう見ても あの模様、さっきね入力した模様なんだけどな。こいつあれか、これ食べさせる、これ食べさせる、これ食べる、これもう。おい、かわいそうなことしたるなって。お前、なんでそんなことしたの。ここに何か入ってんの。お前、何入ってた。うわ、虫眼鏡食べてた。お前、
虫眼鏡食べてたの。そらあかんわ。これ、ここに刺すやつや。間違いなく。これ、これ、これ、これ。これ、あれ嘘やろ。え、これ、これしかないって。これ、あ、一回止めろっていうこと。止めて。一遍止めろ。一遍止めて。そうそうそう。一遍止めて。ほんで、これ、これやろ。え、嘘やん。なんでやねんって。なんでやねん。あ、ここで足場が、え、お前、届かへんとか言うてるもしかして。バカだな、お前。伸びれるだろ、お前。伸びれるからできるだろうが、お前。これ、ちょっと使えって、これ。ここに、ちゃうの。これ、1と2って書いてるな。これをなんかするってこと。あ。はい。で虫眼鏡だろ。あ。違うの。フィルムか、今の。なんか描かれない。何にも描かれない。何にも描かれない。いやでもどう考えても、ここのヒントがさ、これがさ、なんか虫眼鏡みたいなピカーってしてんのよ、これ。虫眼鏡ピカーとすんのちゃうの。なあ、お前ほら。虫眼鏡ピカーすんのちゃうん、これ。どう考えてもそうだぞ、お前。いや、それをしろよ、お前。さっきから散々言うてるやないか。これで見れるようになったから、お前これ、ページ送りじゃないか多分。ほら、そういうことでしょ。あー、食虫植物とか、植物の何かだね、これほら。わー、すごい、ちょっとズームして。あれ誰か入っちゃってんぞ。誰か入っちゃってんぞ。あれ、こいつだね。この植物だね。食虫植物じゃなくて、ロボットも食べちゃうのこれ。ロボットまで食べちゃうんだって。お前気をつけろ。食われるぞ。あ、これ。ひまわりの抽出液が欲しいんだよ、僕。わー、ちょっと待って、こういう、ひまわりの抽出液をどうやって取んの、これ。なんかのマシーン。なんかのマシーンで取ってんだ。こんなマシーンある？ここに。ここにはないよな。間違いなくこれやねんけどな。ちょっとフィルム入れ替えてみるか、フィルム。1と2と交換してみろ。ようやく使い方が分かった。うわ、虫のなんか、図鑑かな。トンボなのか。あ、これでようやくわかったね。こういう模様だったんだ。はいはい。まあ、開け方はわかったな。開け方はこれや。まあ、一旦ちょっと開けるか、開けてみるか。これだ。こう。でもこれだけじゃないぞ。このひまわりの抽出液をなんとかして僕は取らないといけない。取れるのか。なんか持ってこなあかんのか。違う。ここちょっと割れてんのも気になるのか。ガラスがもうちょっとお日様入るようにできない。これ気になるの僕。ここ関係ない。これ関係ないか。あとこれなんよな。これ間違いなくこれなんよな。これを回すことによって、ここの扉が開いて、お日様当たるんちゃう。あー、なんとなくわかったな。これを直すために何かせなあかんねんな。あ、何が必要なんだろう。これ以上触れないよな。え、一回出てみるか。どこと繋がってんだろうね。うわー、すごい人がいるなうわー、なんだろう、なんか怖えな。犯罪の匂いがするよ。犯罪の匂いがする。あ、そう、あ、ひまわり抽出液これで作るの。これちゃう。これで間違いないわ。ひまわりの種落ちてるやん、ここに。ほら、あ、ここにこれこれセットして、ここにそう置いとけ。で、肝心のひまわりやな。ちゃう、お前が縮こまって、あ、これでそこガシャン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 してガシャンして、そしたら出てくんのよ、ひまわりエキスが。やけど、ここに、ひまわり入れないと意味ないのよ。で、おじさん、あ、ここにもスイッチある。ほら、あ、これ触れへんの。うせえん。ここ開けたいんだよな。しかも、ちょっとおじさん、ちょっとよろしい、おじさん。かわいいお子さんですね。かわいいお子さんですね。これ何、これ、なんだよ、じゃあ。あ、いや、急に、あ、いや、いい。二度と戻れなくなる。やめろ。
あそこと繋がってたんだ。あー、びっくりした。二度と戻れなくなるぞ。よいしょ。おじさん。あ、すごいね。あんよが上手。あ、こいつの電池が欲しいんだっつってるぞ。おじさん、電池ってお金いるんだよな、電池。電池の自動販売機あるんだけどさ。あー、電池だね。それ多分あれだな、単二ぐらいの。大きいやつちゃう。単二の平や。興味あんまないぞ、単二の平って。単二の平なんて、お前。興味を、売ってるか、上心で。上心で単二の平、売ってる？これ。うわー、今回はもう見開きいっぱいにも、すごいね、この台本。でもさ、これもうほぼほぼ全部さ、自分でやったんだよね。あ、虫眼鏡で直接、この虫のね、模様を見ることもできたんだ。私はね、プロジェクターでね、虫のこの模様をね、まあ、見たんですけれども。そうなんだ。よう自力でここまでやったな。やった、全部やったよ。やった。んで、これ植えます。んで、これライト当てて成長します。ん？成長したら、ひまわりの種を取る。いや、取れへんって。ひまわりの種取れへんって。もっとなの？もっと当ててごらん。たっぷり火を当ててごらん。そう。もっと成長するんちゃう？ほら。あら？何の反応もないぞ。うせやん。これ、は？なんだよ！お前、そんなことしなかったじゃん、さっき。なんだよ、お前。それが欲しかったんだよ、僕。そう、ひまわりの種からさ、抽出されるからさ、これ。そうそう、ここにひまわりの種。大好きなのはひまわりの種だね、おじさんね。おじさんが好きなんじゃないよね。おじさんはひまわりの種嫌いだね。おじさんはひまわりの種好きなんじゃないけどね。ハム太郎か、このマシンだもんね。ひまわりの種が大好きなのはね。よいしょ、よいしょ。で、これをキコキコすることによってひまわりの抽出液が出てくるぞ。ひまわりの抽出液が出てくるぞ。はよ出ろ。よし、出た。ひまわりのついに抽出液が、おじいちゃん、やったよ。ひまわりの抽出液を取ったよ。いやー、もうすごい時間かかったね。これでやっとあいちゃん下降りるんちゃうか。待っててね、おじいさん。今行くぜ。いやー、おじいさん、おまた。僕も、だいぶは頑張ったんだよ、おじいさん。おじいさん、ただお前、欲するだけでしょ？おじいさんはひまわりの抽出液が欲しいんじゃって言っても、ただただ欲するだけでしょ？僕も、全部ね、ひまわりのこの抽出液を取るためにね、もうどうでもいいような、もうね、関係ない謎解きをたくさんしたんだから、僕。頼むよ、おじいさん。あ？自分のお手って何これ？あ、わしの膝に水が溜まっとったんじゃ。あ、これは、あ、いい塩梅じゃ。なんか何くれたこれ。何くれた？あ、見覚えがある、これ。あ、おじいちゃん、おじいちゃんハッスルしちゃってんじゃん、おじいちゃん、ほら。でも結局車椅子なの、おじいちゃん。歩けるでしょ、自分で。なんか落ちてるわ、ほんで。あ、包帯もいらなくなったってこと？あ、そう。で、電池がここに売ってんのよ。で、この電池を買うには、なんか3コインぐらいいるんじゃなかったっけ？ 1 コインか。1コインで炭酸1本やけど、1コインで炭酸1本やけど、あのね、おじさんの、クマさんの必要なやつは、単二の平やから。単二の平なんて、いやー、売ってるかな。上司に売ってなかったら山田で売ってるかな。とか言いながらやってきたのはこのポイントでございます。ここの台本にさ、あったのよ。この紙が。ここに入れるんじゃない？ここに。ほら、しっくりくるわ。ほら、開いた。え、なにこれ？うわ！ゲームセンターやん。いや、年季の入ったゲームセンターですね。え、なんかできんのこれ、ゲーム。まさか。うん。あ、コイン。あ、ゲームクリアしたらコインもらえるとかそういうこと？うわ、ちょっと待って、めっちゃ楽しそう。え、どれからやる？うわ、ちょっと待って、今日一テンション上がってる。今日一テンション上がってる。でも、1、2、3って書いてるぞ。これは何なのこれは。こっちの方が気になるわ。こっちの方が気になるわ。これ何これ。これ何これ。なんだ？で、これなんか、バーイシク、バーイシクのやつや、ほら。バーイシク、バーイシク。あ！そういうこと？これ、あれだ、発電機なんや。で、1号機のマシーンが、え、なに？え、なに？あ、スペースインベーダーや。スペースインベーダーや。ガチのスペースインベーダーやん。あ、ちょっと待ってよ。下になんか書いてるね。1000ポイント貯めると、1ドルもらえるって書いてるぞ。
マジで？うわ、ちょっと待って、楽しい。いや、スペースインベーダーっていうね、ゲーム皆さんご存知、あー、どうだ、ご存知ですか？その昔、こんなね、このそういうシューティングゲームがですね、あの、巷ではね、流行ってたんですよね。はい、まあ、私のね、まあ、世代ではございません。私の世代ではございません。どちらかというとね、もう私の父とか母とかぐらいの、あの、年代の人たちですね。こういうゲームに夢中になったのはね。すごいね。こういうゲームがね、今ならね、そのゲームセンターとかにね、こういうアーケードゲームがですね、あるんですけど、昔はね、喫茶店にね、あったんですよ。喫茶店にゲームってピンと来ない人がいっぱいいるんじゃないかな。喫茶店のテーブルがですね、そもそもゲーム機に なってるんですよね。いや、これを言ってもね、ピンと来る人が来ない人がいると思うの。喫茶店のテーブルがゲーム機ってどういうことってなると思うんだけど、ね。いや、もう分かる人に、わー、そうだった、懐かしいってなると思う。流行ってきた、流行ってきた、やばい。喫茶店のテーブルが、そうなのよ。よいしょ。で、これね、ほら、こうやってずらしながらさ、こう打っていくのを、なんか、名古屋打ちとか言ってね、なんか、言うたらしいの、その昔。ヨトさんは世代じゃないか分からへんけど、名古屋打ちとか言ってね、流行ったらしい。名古屋で流行った。名古屋を中心として流行った、それ。あ、なんやかんや言うて、もうすぐ1000ポイントいくわ。もうちょっとで1コインもらえるわ。うわー、今回ね、編集、あ、どうだ、今回編集めちゃくちゃむずいやん。編集が。お、やった、イエーイ、あ、やった。1コインゲット、イエーイ。じゃあちょっと待って、2番目のゲームしたい。これちょっとバーシクして。よいしょ。バーシク。あ、来た。なんだろう。1番はスペースインベーダーで、2番ちょっと平べったいね。なんか横スクロールアクションな気がしてきたな。なにこれ。なに。は？は？なんか動いたぞ。ん？いまいちよう分かってない。この青い点を動かして、青い点を動かして、あ、どういうことだ？あ、これも動くわ。あ、なんとなく分かった、分かった。あ、ちょ、こう。なんなの？この赤い、この、なんていうの？この U 字工みたいなやつを、大きな赤い U 字工に入れて、あの、右の扉に、こう、出せばクリアみたいな。そういうゲーム。これ相当頭使うな。お、待てよ、いい感じだ。こう。いやー、今日一、ビデオゲーマー。今日一テンション上がった。いやー、わかんねえだろうなー。わかるかなー。わかんねえだろうなー。いやー、ここまでやったらね、もう動画の尺がどうなってんのかさっぱりわからん。もう、ほぼ使える映像がないから。全然わからん。もう一番今日編集難しいやつやから。まあ、ここまでいったらね、3番目のゲームもやろうよ、3番目のゲーム。気になるわ。2番目が一番難しいから。何これ、壊れたってこと？壊れた。Oh, no! よーし、とりあえずまあ、2コインゲットしたから、これで、一つは、電池買えるよな。ただこれ単3じゃあかんよな。単2の平ってさ、単32本でいけんの？その辺の計算ちょっと詳しく分からへんねんけど。
単三二本でもなんとかなんねやろか。単二の平手。単二の平を単三二本でも入んのかな、どうなんだろう。おじさん。おじさん来たよ。電池持ってきたよ。この子でしょ、この子。この子電池がさ、ほら、そう、ないんだよね。ないんだよ。単二の平、言うて、単二の平、言うてんだけど、これおじさん、ほら。炭酸、大好きなのは、単二の平。ダメなの、これ。これ、一緒、待って、あ！これ、おじいさんの包帯で、テーピングで、ガチガチに巻いたら、炭酸二本から、単二の平になるかい。なるかい。どう見ても炭酸2本まとめただけやん。まあいいか、やってみるか、一回。おじさん、いくよ。大好きなのは、単二の平。いけんの、ほんまに。いや、ちょっと、壊れても知らんよ。壊れても知らんからね、僕。あ、いけるやん、炭酸2本でも。やったやん、おじさん。あ、できた、よかった、よかった。よかったね、おじさん、ほら。あとはまた自分で買ってね、電池は。ここ入れんの、僕。ここ入れんの？何のためにおじさんどいたの、これ。ここ入れへんの。ちょっと待ってよ。話変わってくるやんか。何のために。じゃあ何してんの。じゃあ、だからおじさんがどいてくれたから、ここ入れるんじゃないの、ここ。何の判定もないねん。なん、あ、ここあるやん、ボタンが。これ押せよ、これ。何わー、すごいね、植物。なんか調べれる、これ。なわい、なんでよ、これ。あー、すごい、お掃除ロボットや。あれ捕まえるんじゃん、お掃除ロボット。これすぐ来るから、おい、捕まえろ、お掃除ロボット。これ捕まえた。お掃除ロボット捕まえた。あ、なんか落としたぞ。なにこれ。え、なにこれ。わー、いらん、こんな、なんか。いや、気持ち悪いやん。鼻毛出た鼻やん、これ、ほら。なんか鼻毛出た鼻やん。こんな気持ち悪いもん、いらんわ、僕。いらん。何がしたいの、ここでは。あ、これ、ちょ、嘘やん。豆電球見れへんやん、何にも。ここな、鍵穴みたいになるぜ。これもしかしてこの鼻毛出た鼻でいけんの、これ。鼻毛出た鼻でいけんの、これ。いや、無理やろ、そら。そら無理やろ。ほんならちょっとこれ見てみるか。ここになんか落書きがあるよね、落書きが。この上にもね、この葉っぱで隠れて、ちょっと上にもなんか絵がありそうな気はするんだけど、このマークが、キャンディーマークが1。で、この、なんていうの、ゼルダの伝説のルビーみたいなやつが0。ほんで、このイガグリがマイナス1。それがこの謎解きだと思うね、これ。1やから、このキャンディーマークにしたらいいんじゃないか。キャンディーマークに。あ、ここに、あれ、これや、これ。これ。なんや、鼻毛出た鼻は、こうやって使うんや、こうやって。で、ちゃうわ。こう。できた。できた。1できた。なんやねん。できたって。できたって。めっちゃ頑張ってできたよ。めちゃくちゃ頑張ってできたよ。どういうこと？めっちゃ頑張ったよ。あ、なんやねん。何をしたらええの？ 1、0、マイナス1。マイナス1作らなかんのか。マイナス1作ったら、今は1だから、じゃあマイナス1に作るんか。このランプが作るんか。じゃマイナス1無理やん、だって。もう1個あれよ。もう1個いるもんだって。ここ抜けてるから、これ。これ抜けてるもん、これ。これ。じゃもう1回やるか、もう1回やるか。もう1回これ、ふにふにふにってやって、お掃除ロボット来るから、また捕まえろ、お前。捕まえろ、これ。捕まえろ。え、無理だ。捕まえられへんの。今現在、これ、0やったらできるか。最悪それやったらできるな。こう。難しいぞ。こうや。ほら、すぐほらできた。ほらできた。はい、なに。え？なに？エレベーターなんかい、これ。エレベーターや。エレベーターや。あ、お前、な、久々やな。なんか久しぶりだね。被害者の会、お前。あ、懐かしいな、お前たち。
ノリノリだね。いいサウンドだよ。え、じゃあ何をすんの？この先僕は、てかそもそもお前伸びたよ。お前何が目的なの？ラグビーボールを助けたい。何が目的なの？繋がってんだこれ、ほら。てんやわんやや。てんやわんや、マスター。マスターもうオイルはもういいわ、いいわ、いい、いらん、いらん。もう二度といらん。オイルは。こいつらも一生プカプカしといて、でこれラグビーボールも助けたいのと、え？ってことは、今触れんのって、正直あの、エレベーターぐらいだから、だから、今ね、このおじさんが、おもちゃのロボットで遊んでいるところが1階。で、この中2階、階段のところに出るのが0階。で、マイナス1ってのが、ちょっとどこかわからへんけど、多分あの、バーの横ら辺に出てくると思うのよ。で、この、上の2階ってのがめっちゃ離れてるよね。ここに行きたいんじゃない？てっぺんに。てっぺんに行きたいんだけど、ほらさ、この葉っぱが邪魔で、こう見えへんのよ。ここ多分上あんのよね。ここ、2が何ってこと多分書いてあんねんけど、それが分からへんのよ。この葉っぱが邪魔で。なんとかならん、これ。この葉っぱなんとかならん、これ。これ、どけろ、これ。いけるやんけ、お前。いけるやんけ。エロイメージタイムや。おー、エロイメージタイム得意よ。エロイメージタイム、エロイメージタイムっていうね、あの、悪魔くんやっけ、あれ。悪魔くんの、歌よ。悪魔くんで合ってる？あれ？なんかミスった、俺。こうや。これで2階に上に参りまーす。ほら。上に参りまーす。ほら。うわ、うわ、なんかすごいとこ来た。うわー、すごいやん。でも今回全く動画の尺がわからへんねんけど、信じられへんぐらい長い時間、あ、チャンネルやついたわ。収録はしてんねんけど、これ編集したらどうなんのかっていうの全く想像もつかんのよな。もう引っ張れんのは引っ張れる。まあ、ちょ、いけるとこ行ってみるか。このレバー引きたいな。あれ？ここにロボットいるぞ、ほら、ロボット。あ、どうも。おじさんの昔話聞かせてもらった。おじさんの昔話聞かせてもらったけど、それをどうしたらいいの？へえ、そうなんですねって言うしかないやん。そうなんですねって言うしかないやん。あっ、あいつのコントローラーなの？これは掃除機のコントローラーだわ。今こいつに乗ったらおじさんに届くんちゃう？違う。何のために？何のために？何のために？じゃあこうやったの。何のために？あ、ちょ、上上がってみる。あ、何？爆弾？何？そんな切羽詰まった状況なの？なんで急にそんなことになった？何？そんな知らんて。そっち行ってみるか。そっち行ってみる。ここな、色気になるやついっぱいおんねんけど、こっちの部屋行けへんの。こっちの部屋トイレや。トイレ。いや、爆弾ある。なんで？どういう状況？あの爆弾ってジャイアンとチャカオが爆弾設置したんや。うわ、ちょっと待って。え、そんな切羽詰まってんの今。あ、ハサミある。ハサミあるわ。お前ちょっとこれ、ほら、ハサミハサミあるぞ。ハサミ、もう違う、関係ない、ハサミ。えらいこっちゃやん、えらいこっちゃやん。これ、きったね、水出るわ、きったね、水。はいはい。どうやら、なんかあの掃除機をこの部屋に持ってきたいらしいの。この部屋に持ってきたいらしいんですけど、シャンデリアがね、掃除機についてるんですよ、ほら。それどういうことなんだろうね。いまいちピンときてないんだが、ちょっと、こいつをさ、シャンデリアの真下にまた持っていって、ちゃいちゃいちゃい、これを。
シャンデリアの下に持って行って、こいつにくっつけんの？乗って乗って乗って。これをここに。あ、もうわかった、もうわかった、もうわかった、わかった、わかった。わかった、わかった。だから一旦向こうの部屋に行ってもろうて、オッケーオッケー。で、追いかけていって、お前も。さっきハサミあったでしょ、ハサミ。ハサミ取ってくんねん、お前。乗って、上乗って。これこれこれ。ハサミ。そうそう。で、ハサミで、こいつちょん切んのよ。よいしょ。じゃあ、じゃあ、上上上上。おいで、おいで、おいで。お掃除機おいで。吸引力の変わらない、ただ一つの掃除機おいで。よいしょ。で、シャンデリアをこれで切るんだよ、直近と。なんでそうなるのかは僕わかんねえんだけど。あー、しびれる電気切れ、こ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 れ。感電するわ。これ乗って。これな。今電気切ってるから大丈夫だからね。よし。いやいや、なんで、ハサミくくりつけんでもええやん、別に。で、このシャンデリアを、この子に結ぶの。ああ、それが何の意味があるのかよくわかんねえんだよな。お前が一体何をしたいんかよくわかんねえんだよな。は？は？結ぶと動かへんの？いや違うわ。電源入れないとあかんとか。どこ行くねんお前は。どこ行くねんって。これ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 。これですよ、これ。そう。で、これを下げて、そうそうそう、向こうの部屋に、向こうの部屋に持っていく。そうそう。で、お前なんかこっちなんかしたいことがあるんだろ？のび太がしたいことがあるんだろ？な、したいことがあるんだろ？あるんだろ？じゃあ行ってごらん、行ってごらん、そっち、ほら。ここでお前な、何がしたいの？ここにお前これずつ持ってきたかったんだろ？持ってきたかったんだろ？これでお前何をしたいの？ここで。うん。爆弾があるんだ、ここに。これを除去したいんだけど、これをなんかうまく使うの、これを。は？あ、もしかして、まあ、便器ぶっ潰すってことはあれで引っ張って。えらい強引な方法で。あ、ここ、じゃあ、え、これ、じゃあ、上か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 。あ、なんか、あ、やばい、あ、やばいことなってんじゃん、隣の部屋。やばいんじゃん、やばいんじゃん、やばいんじゃん、やばいんじゃん。あ、ほら、うーわ、壊れたわ、便器。お前、弁償しなあかんぞ、お前。これ、いけるこれ。こんなん、お前、どうやっていくんこれ。どうやっていくんこれ。これもう使えへんな。使い物ならんよな、このシャンデリアは。トイレットペーパーでなんとかなんのかこれ。え、なんの？おい、ちょっとやめとけって、お前そんな。無茶やって。無茶。やめとけって、曲がれんのか。ちょ、やめとけって、無茶すんなって、お前。おい。あ、すごい。え？なになになに？わからんわからん。ちょっと動画の尺がどうなってんのかわからへんのに。1、1マイナス A。1は A。ちょ、なになに、1は0。え、どういうことどういうことどういうこと。2プラス B、3プラス C、4プラス D、5プラス E は0。いや、全然意味わからない。全然意味わからない。え、何をすんの？は？あ、わかったわかった。1が、聞いて、ちょっと待ってよ。これや。右から2番目。右から2番目が A。あ、ちょっと、あかん、ちょっと、カメラさん。ちょ、せかすのマジやめて。せかすのやめて。で、2が、2がここ。2が B。2が B。カメラさん。で、やめて。カメラさん。2が B。で、3が C。3が、来て、C。間に合うんか、これ。ちょ、カメラさん頼むから、ちょっと下げてくれ。で、もうワンチャン、もうワンチャン、こう行こう。ワンチャン。多分このパターンで行くと、このパターンで行くと E が手前で、もう大体こう消去法やから、消去法。ギャンブラーは大体消去法でいけるから。大体わかんねえ。第一停止、第二停止とか、5択とか得意やから、もう大体ここに行けんの。行けへんのかい。行けへんわ。行けへん。逆。E が、こっち。
で、D が、D がこっち。下げて、カメラさん下げて。はい、よしよしよし。来い、来い。止まった。残り35秒で止まった。あ、危ねえ。危なかったね。爆弾処理班だ。どうすんのお前。こっからどうすんのお前。やられんの。すごいやん。いやー、このタワーのね、爆破をなんとかして止めたね。お前今日よくやったよ。めっちゃ頑張ったやん。いや、お前ヒーローや、ヒーロー。もうみんなのこのおじさんのほら、もうほら、安堵の表情見てよ、ほら。このおじさんの安堵の表情、ほら。いやー、頑張った。今日はね、もう信じられへんぐらい長時間収録したんですけどね。多分動画になったらね、結局いつも通り30分ぐらいだと思うけどね。今日は頑張ったので、ここまでにしよう。はい。ということで、マシナリウムの4回目の配信ですね。はい。ね、なんかストーリーがね、あんまりよくわからないんですけど、のび太はなんでここにやってきたのかもよくわからないんですが、とにかく、ジャイアンとチャカオがね、このビルを破壊しようと、爆弾をね、次元爆弾を設置してたのを、まあ、たまたまと言いますかね、あの、爆弾処理班したんですね、僕が。のび太がね。うん、なのでまあジャイアンとチャカオの思惑はなんとかね阻止したっていうところまでは来ました。でここからどういったストーリーなのか分かりませんが、なんとなく物語も佳境な気がしてまいりましたね。さあ次回最終回となるんでしょうか。お楽しみに。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。